皆さんこんにちはこれより行政書士合格の取説野幡の,のズバッと重要論点ポイント解説講義行政法編第5回行っていきますよろしくお願いします さあ、いよいよ行政法まで残り2回ということなんですが、どうですかね、なかなか行政法って、こう、言葉が難しいんですよね。なので、まあ、できる限り、こう、取説のテキストでも、この講義動画でも、イメージをこう、つかんでいただこうと思って、こう、頑張ってはいるんですけども、あの、やはり、何回かを繰り返してテキストと見ていかないと、頭にも入ってこないと思うので、頑張って見てみてください。はい。では、今回はこちらですね、5回目。はい。訴訟類型とありますが、 うんえー、行政事件訴訟法ということですね、えー、取リテキスト122ページを出してください。はい122ページです、まああのー。ここに関しては、行政事件訴訟法の、まあ、概要という形で載ってますけども、前回の行政手続き法とは違うところを理解してくださいねと、手続き法は、あの権利侵害が起きないような事前措置を取ることですと。はい でまあ、不服審査法、抗議動画では使っていませんが、不服審査法と事件訴訟法と国家賠償法は、まあ、起きてはいけないんですが、権利侵害が起きてしまった後どうやって助けを求めていくのかという話になっていきますと、まあ、特にこの不服審査法と事件訴訟法ね、まあ、この違いが大切と、はい。軽く見ておきましょうか、ここがポイントです。前回も手続き法の中の弔問と弁明で話しましたが、 この行政法の世界だと、書面イコール簡易迅速、口頭イコール慎重なんですよ。はい。ということで、えっ、ー、と、書面のやつは行政不服審査法ですね。はい。行政不服審査はあ書面なんですよ。だから簡易迅速ですと。で、えっ、ー、と、口頭審理の裁判所の方が慎重なんですね。まあ、こんな形です。あの、実際調べてみたことがあるんですけども、 行政不服審査をやってみて、あの、実際に最後まで行って勝ってるケースって1割もないんですよね。あの、数パーセントしかないんですよ。まあ、つまり、えっと、時間もお金もかからないんですよ。弁護士も使ったりしなくて自分でもできますから、まあ、時間もかからない、お金もかからないんですけども、まあ、正直、行政側が行政側の審査するわけですから、まあ、ちょっと勝ちにくいですよね、と。はい。で、この、高等な裁判所の方は、まあ、当然時間とお金はかかりますよ。 確か平均こう1年半ぐらいは訴訟でかかりますか時間もかかります、そして弁護士費用もかかるので、はいえー、とかなりまあ大変なんですが、まあ、でも行政権ではないところがチェックしますから、まあ、勝ちやすいかなというところで、まあ、これ、自由に選択してくださいと、時間も金もかからないけど、ちょっと勝ちにくい行政不服審査と、時間も金もかかるけど、まあ、あの公正に審査されるだろうところでチェックしてもらうというのは、あの自由です。 はい、この自由選択肢を見ていくんですね、うんはい、こ,こをまず押さえていただきながら、今日はは、ね、行政事件訴訟としての累計ですね、はい、どういうパターンがあるのかということで、これが、ね、試験的によく出るわけですよ。はいまあ、一応、ある程度、全部見てきてから動画を聞いてくださいと前回お願いしているので、どうですかね、こうなんとなく末端の取り消し訴訟とか、えー、差し止め訴訟とか見てもらいましたかね。 そうあこれ、訴訟が多いんですよね。つまり、どういうことを行政からされたらどんな訴訟できるかっていうのがメニューで決まっているので、これちゃんと選ばないといけないと、あの違うのを選んじゃうとダメなんですね。ですから、記述ですよ、あの記述で、やっぱり今、こんなことが行われてますっていう事例がありながら、どんな訴訟を提起すべきですかっていうことを皆さん考えて書かないといけないということを考えていくと、この訴訟類型、非常に大切なんですね。 で、はい、今日はこの全体構造を見ていきたいと思います。はい、まず、あの一番分かりやすいところからいくと、末端の取り消し訴訟ね、これなんですかいやいや、まあ、処分の取り消しを求めていくわけですよね、はい。営業許可の取り消しの処分を取り消すとか、営業停止処分を取り消すとかね、課税処分を取り消すとか、まあ、取り消し訴訟ですよと。で、取り消し訴訟が行われる前提っていうのは、 特定の個人の権利利益が侵害されていますよね？はい、沼田さん営業やめてください。ということで、特定の人にかかってくるわけですよ。はい、つまり個人の権利利益の救済のための訴訟かということに対して、イエスの方ね。はい、イエスの方の最後の方に取り消し訴訟がありますよね。はい、ここをしっかり押さえてください。そしてこの主観訴訟って難しい言い方をしますけど、あの憲法の復習しましょうか？ あの憲法だと、この個人の権利利益に影響があるとき、訴訟ができますっていうのを、こういう方をしました。法律上の訴訟と、え具体的に事件が起こって、それが法律を使っていかないと解決できないぞっていうのが法律上の訴訟で、はいまあ、そのときしか訴訟ができないのが原則です。 憲法だとよく法律上の訴訟という言い方をしますが、行政事件訴訟だと主観訴訟という言い方をします。同じように考えてください。なので、えー、と今日触れることができませんが、あの憲法編の107ページを、ね、皆さんの方で確認しておくと、あの憲法の復習もできていいと思います。はい。ですね。まず主観訴訟ですよと。で、その後にさらにイエスノーがあります。 公権力の行使に当たるか、イエス、ノーって書いてますが、これね、非常に分かりにくいんですね。だこう考えてください。もともとが、個人の権利利益の救済の訴訟かイエスなので、この公権力の行使に当たるかイエスかノーかっていうのは、これは、その特定の個人に対して、権利侵害が強いと、これ困るよねっていうのが、広告訴訟。 でそこまででもないよね、なくはないんだけど、そこまで強くないよね、権利侵害が弱いと、はい、いうところで分けていきます。例えば、今日一緒に見るものであれば、この取消訴訟とね、形式的当事者訴訟、この区別を少しあのしておこうと思うんですね。はい、ちょっと えー、テキスト、ページ飛んじゃいますが、えー、っと、見ていきましょうか。はい。あの、162ページを見てください。はい。まあ、これ、形式的当事者訴訟って書いてますけども、今回は講義使いだけ見ましょうか。こんな事例です。はい。えー、っと、皆さんは、こう、X にしましょうか。皆さん、X で土地を持ってますと。 あるとき、まあ、Y、まあ、これ、企業者と書いてますが、どうでしょうかね、例えば市町村にします、市町村。うん、あの道路を拡張したいんですよ。道路を拡張したいと、市がね。で、道路を拡張したいときに、計画の中に入っている場所に、X の土地があると。なんで、えっと、市町村の Y っていうのは、まず X に対して土地をいただけませんかって言いう方をします。 X が賛同すればいいんですが賛同しなかった場合どうするかというと各県に収容委員会というものがあるのでこの市町村はねこう市県の収容委員会に収容採決という処分のお願いをしますあこの採決はねあの行政不服審査法のラストジャッジの採決とは意味が違ってただの処分です意味違いますはいで、えっと、土地をどうしても道路拡張で使いたいんですけどって Y の方が あの県の使用委員会のお願いして、それが通ると、使用採決が出ます。使、は、用、い、採決が出ると、はい、あの自動的にこう土地を X は Y に渡さないといけないという義務が発生します。ここすね、y は Y で、その土地に見合うだけの保証金を払って義務が発生します。これ処分なんで 処分の時に、まあ、勝手に権利義務がこう発生するわけです。で、皆さんが X の場合、e、いろんな考えがあると思うんですが、例えば1点目いや。そもそも収容採決納得いかないと。なんで私は土地を渡さなきゃいけないかわからないと。こんな収容採決は違法だと。思うんだったら、はい、こうね、パターンは、収容採決に不満がありますということならば、まあ、帰国は置いといて、 はい、あの取り消す訴訟です。はい、取り消す訴訟あの。土地が持ってかれるということに関して言うと、権利侵害大きいじゃないですか。権利侵害が大きいときは、ほら、広告訴訟で取り消す訴訟だよって方をしましてね。強いんですよ。でそうじゃなくて、まあ、土地はまあ分かりましたと、まあ、土地は渡しましょうか。ただ 保証金の金の額少し少しななくないですかみたいな形でクレームを上げたいこともありますよね。で、ここ、保証金が少ないっていうここは、もちろん権利シーがあるんですよ。ただ、収容採決自体のところよりも、権利シーが弱いんですよ。弱いんです。 弱いときにどうしますかっていうと、保証金額をもっとくれっていう形の訴訟になっていきますと、はい、形式的当事者訴訟と言いますよと。今回詳しいことをやらずに、とりあえずイメージです。権利侵害強いときは広告訴訟としての取り消す訴訟が、はい、それが弱いときね、特に形式的当事者訴訟の例は、この保証金の額のクレームですから、そこに関しては、 はい、経営性が弱いということで、この訴訟を提起すると、まあ、この違いですね。はい、これ、過去にも何回か問われたことがありますので、押さえておきましょう。逆に、これ以外のパターンであまり聞かれないので、これ、しっかり分かっておけば、あの1問ちゃんと得点できると思います。はいで改めて、スタート地点の123ページにこう戻ってきたわけですね。はい まあ、権利侵害が強いか弱いかで分けますよということで、まあ、あの、次回はね、あの、この、権利侵害強い中でも、受験生が苦手な義務付けとか差し止め見ていきたいと思うんですが、今日はそこは置いといて、あと、こっち戻ります。個人の権利利益の救済のための訴訟かの、個人の権利の侵害はないよ。そうなってくると、本来裁判所がやるべきところではないんですよ。裁判所の仕事っていうのは、権利侵害の 救済ですから、はい、個人の権利に侵害なかったら別に裁判しなくていいんです、本来。ただ、裁判をしないと、一般的な社会の秩序が保たれないよってことがあるわけですね。その時には、特別に客観訴訟ができるということになっています。これ例えば、123いきましょうか、訴訟類型と、ここですね。 はい、ここ、ポイントの客観訴訟を見てくださいここ個人の権利利益とは別に行政の適法性や客観的な法知事の維持を目的とする訴訟と、はいまあ、よくその、ね、国と沖縄が揉めて訴訟とか起きてますがあの国と沖縄の問題で沖縄県民の特定の誰々さんというのが権利侵害を受けてますかって受けてないわけですよ。ね ただ国と県の問題は解決できないいいと、と、まあ、いろいろ問問題題が出ますよね。国と県の問題はちゃんと訴訟で対応しますって決まってます。はい、あとは市議会議員さんがこれもたまにありますよね篠代さんを勝手に使っちゃうとかね。うん、でそこに対してネオさん勝手に議員さんが使ったとしてもその地域の市民から財布の中からねお金がすぐ抜かれるわけではないじゃないですか。 個人の権利侵害はないんですが、ただこれは認めておいてはいけないですね。この社会の秩序が保たれませんから、だから、のその地域の住民が民衆訴訟という形で訴訟を起こすことができるんです。はい。あとね、こう書いてませんけども、皆さんに一つ理解していただきたいことがあって、ちょっと口頭で言いましょうかね。はい。まあ、画面切り替え必要なかったんですけど、あの、憲法で、 あの政教分離原則ってあったでしょうんあの玉串の話とかね玉串料を奉納したことに対しておかしいでしょって訴訟が起きましたとか自賃債でお払いのためにお金払ったことがおかしいでしょって訴訟が起きるとかあれありましたねあの訴訟って何ですかっていうとあのここで勉強していく客,客観訴訟です民衆訴訟ですはいだってその玉串料を税金から出したところでその そののの地域に住む特定の人の財かから抜かれているわけでではないんですよねただ、政教分離っていう憲法上、まあ、作られたシステムがちゃんと守られないと、秩序が保たれませんから、それが乱されているということで、その地域の住民が訴訟できるという話なんです、はい。今度は民衆訴訟っていいますがあの、一旦この行政法の訴訟類計、ちゃんと勉強してから、こう憲法に戻っていくと非常に理解しやすいです。 憲法も判例たくさん勉強しましたが、あれ基本的に行政事件訴訟やってるんですね。行政事件訴訟の中で憲法に絡むものが憲法訴訟なわけです。はい。なので、えっと、一旦行政法まで勉強したらね、えー、憲法しっかり戻って勉強するといいと思いますよ。はい。ということで今日はこの訴訟類型について話をしていきましたと。で次回が行政法編最終回ですが、 あの主幹訴訟の広告訴訟の中で受験生が苦手なところといえば、この義務付け訴訟と差し止め訴訟です、これを最終回に扱っていこうと思いますので、このあたりまた確認してからね、講義見ていただければと思います。はい、でははいででで行政法編第5回は以上ですお疲れ様でした